店の名前はどういった意味なんでしょう。すげえいい女がいたんだよ。佐伯治、彼は本当に女が好きだった。俺は自分の意思や信念で女を追いかけてるわけじゃない。本能がそうさせるんだ。陽子、エミさん、君も一緒に見る？変だ。事件ですね。あ、すいません。